一日6時間合わせて10時間歌ってんじゃん。てめえは間違えたとおり、なんでお前は謝ったんじゃん。Thank you.
Thank you.
うわ。
すいません。ごめんなさい。すいません。それで、ちょっと言ってたら、え、どうしたの？あんまり、こういうことたまにある。国語だよ。
俺のベースが
が壊れたんすよ。うるせえ。早く聞いて。お前のバスなんかいいだろ、いくらでも買えんだろうバカ野郎。金をバカしたで買え。ああ押せ、押せっていうかお前のそういうアパー曲間違えちゃった。お前と俺はステージが違うんだよ、バカ野郎。一緒くらい来るなんて。
ってねえだろ、アホアホ。気づけんか。Thank you.
お客さんが。お客さんが出てくるかと思ったら、お客さんが出てきた。俺さ、初め心配して、あれ、ギバリが出ちゃったかなと思ってさ、なんかそれ、サッカー運んだかと思ったら、戻ってんだった。そこら辺倒れてくる、大丈夫でした？戻って突っ込んだ時なんですよ。うん、何だった？大地獄みたいなんですよ。ギバリいない？うん、大丈夫？ファンの中で終盤です。Thank you.
ニューギアコーマル飛ばしちゃる。あの今日は何、4000円、8000円、5000円、まあいいや、4000円ぐらいチームでパパ握りながら、まあね、今どこに誘ってやる。おい、パッパニューギア島まで旅行させてやる。
おい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 We'll be right back.
んか嘘嘘嘘だけど嘘は嘘だもう孫なんかなんでもいい。またなんかそれだって歌いたいのですってずっと言って歌いたいのですずっと言って歌いたいのです。
こんなフェス本当に冗談じゃねえよ。一日置いてからやります。今度次やるときはああ黙っちゃうぜ。よかったけどもう史上最強に疲れた。いやでも本当にひげ剃る気にもなんねえよおめえら。ああおら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 俺も脳みそあのマジで二つねえぞ。二つねえかったらお前空っぽじゃねえかお前。脳みそ一つねえぞ。あ、うのうかさんのうがねえのか。いやでも綾瀬は住みてくれ。やべごめん。ああ、これはごめんなさい、ごめんなさい見なかったことにしてください。すいません、本当においなんだよゆきやなんだよこれはなんだやろはしょうがねえだろうがよ。冗談じゃなくてしょうがねえだろうがよ、多分よ。俺は冗談じゃなくて、上さ、じゃあ、言い訳させてください。これ冗談じゃなくて、あれ、さっきあれ、手術したんすよ。裸スーツ手術したんすよ。手術した。うん。何なんかこういう、ちょっとなんか、ボタン。ああ、そう、そうだね。ボタンにの手術。上さんだから、これ、ボタンなんで、僕の胸にさっきあったやつは。はい、そういうことです。押すとどうなるの？あ？押すとどうなるの？いや、もううるさいから、うるさいから。押すと乳首が出る。うん、やばろうね。なるほど。それじゃあギリギリセーフだからね。そう、まだ乳首出てないし。してないからね。してないから。疲れた時にやめろバカ。お前も表現だ。俺も本当頭ちょっともうね。俺もさ、ドラゴンボールなんだよ。いや、ドラゴンボールなんだ俺。なると思わなかったよ。普通にナチュラルで。いやけどね、ちょっとニコ生ね。残念だったね。ニコ生は残念だった。いや本当。ニコ生から来た人。いやマジで。
にニコ生に、そう、俺がやりたくないとか、俺らがやりたくないとかじゃなくて、ハイチーズする。何だったのよ、かんねん。ハイチーズ。マイクだね。だから、もう、マイクを良くするか、もう、見てねえよ、もう。ニコ生は辛かったな。しゃあないよ。まあ、また気が向いたらやるか、ニコ生。あ、でも、キャスしてくれてよかった。よかった、よかった。そうだね。ミサコかっけかったぞ。いやー。ニコの音がやばかった。キャスにしてくれてありがとう。まあね、途中でキャスできてよかったね。言うてね、 ありがとうございました。よし、いいニコの話だらけ。いやあ、とりあえずさ、もっと薄いニコだよ。いやもうこんぐらいふらふらですよ。お疲れ様です、皆さん。ダメだ、ありがとうございました。いやー、発汗いけないです。うん、なんかもう、やばい、もう、いや、もうダメっす。ダメっす。死ぬかと思った。なんかやばかった。鼻の下どうしたのって、なんかわかんない。なんでこれ。鼻の下なんでこれ。ほくろができてんだけど。嘘だろ。うん、ライブ終わって。今から帰るの、うん、島に。ダメっすよ。嘘だろ。わかんないけど。おいおいおい。気がした、わかんない。いや、疲れたって、だって昨日言ったじゃん、運動不足だって。いやこれ、いやもう本当、俺今日どうなく、俺ね、あのね、今日泊まりじゃない、本当話していい、俺今日本当超心配だったの。喉もガラガラ、朝起きてガラガラだったし、でもって筋肉痛もすごかったし、今日もうなんかもうほとんど 30% 20% 失敗するんじゃねえかなみたいな、下手したらね、俺がね、うん、なんか思ったよ。あ、お前が全員が多分今日お前もね、いい声だったぞね。でも声はけどね、全然最高。いやでもそれでもね、俺ほんと死ぬかと思ったもん、最後どこだっけわかんねえけど、猫猫像あたりぐらいからもう死ぬかと思った。あそこからさ、あそこからもう本当に脳みそなかったもん俺地球にいなかったもん俺地球、いやこれ本当に地球にいなかった。いやこれもう、これもね、メタファーでもなんでもなく、もうなんかわけわかんなかった。もういやいやいや、猫猫やばい、理屈だった。いや2日間ありがとうございます。あのね、みんなね、あのお前らを配信だけで見てくれた人とかね、来れない人はね、ちょっとね、あのね、また現地で見たいとかね、いろんなとこでやれたらね、いいかもね。なんか大体やっぱさ、透明犯とか多いかんね、なんかな。うん、本当に。がこちらこそ27、そして誰かちょっと飲まして、恵比寿で待つ。まあ恵比寿はだから、恵比寿でさ、北海道とか沖縄とかでさ、沖縄でやってくれとか言う人もいるわけじゃんね。マジでいけなくてね、嘘でしょ、岐阜でやれとか ね、NG フェス。あ、誰か、あ、まあお前大丈夫、うん、俺だ。お前常に疲れてないんだな、やっぱ毎回。いやいや疲れてるけど、うん、まあ体力作りしてるからね、やっぱりね。けどお前最近なんかけどやめたって言ったし。やめてないよ俺、腹筋と背筋相変わらずやってるよ俺。やってるよ俺。やっぱ帰ろう。なめんなよ。本当に顔もシュッとしたって言われるんだよ俺。うん。やけどマジで。俺痩せたでしょ。痩せたってみんなに言われるんだよ。結構やっぱこれはもう一日分じゃなくて2日分だね。筋トレ続けてるよ俺。2日分の疲れが来てるね。そうだよ、もう絶対ね、重なってるよ俺。7年休みたい。痩せた、痩せたでしょ。痩せました。シャワーにも寝るかな。ないらしい、ないかもしれないんだよな。風呂ぐらい入りてえよな。もろくも髪伸ばせばいいの。髪伸ばしたらオタクみたいになんだ俺多分。短い方がね、さっぱりしてていいと思うよ多分。なるよ多分、風呂でさっぱりしたいよ。今かっこいいよ、あ、そう、どうも。そのオタクさがいいや。いや、それオタクさがいいかもしんねえけどさ、普通の人はオタクっぽいのあんま好きじゃないでしょ、多分。ねえ、俺はもう普通の人間だから、普通のタイプの人間になりたいんだよ、うん。京都あたりに泊まろう。泊まれねえんだよ。あ、お茶箱ありがとうございます。お茶箱ありがとう。ありがとう。うん、キワギリ映したけど若干微妙なんで映しません。これから帰りますか。ああ、うん。いやー、ちょっと
とわがまま言いたいな、俺は。ちょっと。わがまま言いたい。え？わがまま言いたい。いやー、どっか泊まりたいよね。いいよ。小野くんだけ自腹で泊まりなよ。なんだよ、それ。ありがとうございます。鬼だな、このマネージャー、本当に。シャワーとか浴びる場所も大事だけなんですかね。もうこの夜だよ。今日鬼みたいな顔してる。すごい笑った半夜だ。このテンションで帰ろうもん。いつまでもこのテンション持つわけないでしょ。うわーって。あと8時間近くもこのテンション持つわけないでしょ。そしたら今日余裕でやれてますわ。新透明うわー。本当に。銭湯だけは行かせてあげて。まあいい時間だからね、行けないこともないですよね。どっか風呂だけ入って、そうですよね、近くの風呂入って、うん、そのまま乗っちゃってまだ勢いで行く。もうちょっとまあなんか考えてもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。もう天野さん神様ってなれるか、うん、風呂だけ入るのもあり。いや風呂はね正直ちょっとね入りたい気持ちありますね。はい、はい、着替えてください。いやーでもね疲れたよ正直。疲れねえわけねえじゃん。疲れ全然大丈夫とか今言ったけどさ、そんなわけねえじゃん。うん、だって昨日とか俺久しぶりに気づいたら寝てたからね。そうで12時半ぐらいに起きた。そうあっと思って風呂も入らず歯ブラシもしないで寝ちゃったと思って、そしたらあのツイッターでね、なんか溺れたーとか言って、誕生日過ぎて起きたんだ。そうそうそう、誕生日あがれたーってリクがあって、あそうか今日誕生日かって。あ今日結局一番頭で誕生日の話してから一回も話さなかったね。全然いいんです、いいんです。忘れてた。いやいいんです、もう無駄のたまもんですよ。もう生き生きね、もう話題に出されるのもちょっと俺も集中力切るからね、はいはいはい、うん、どう扱っていい。いいんです、いいんです、うん、もうこれでね帰って家で家族に迎えられますよ、うん、シルバニアファミリーの家で、そうそうそう、30の家で母ちゃんに、ああ、あんたも33歳ね、うん、って終わり、うん、ケーキとか別にいいっしょって、はい、って終わりシルバニアファミリーで、うん、録画も早く見たい、録画も早く見たい、うん、これ終わったら見れるよ、うん、サンサン太陽ケーキないの、ねえよ、いらない、本当にいらない、もうそういうのいらない本当に、もうねいい年だよ本当に。だんだんねもう33歳から、悲しむあれだからね、喜ぶ時じゃないよ、うん、悲しむ段階に来てますから、うん、いくつになってもみんなにおめでとうって言ってもらえたら嬉しいでしょ。いや嬉しいけどね、おめでとうって言われるのはね、でも自分の中では嬉しくないよ、うん、そう、帰ってシュークリーム1個ぐらい食べなよ。そうだね、シュークリームめっちゃ多分、うん、老いを感じた、うん、おいああひげ剃んなきゃ、もうひげ剃る気力もなかったんだわ、めんどくせえと思って、もうボーボーだ、ひどいねこれ、汚ねひげも剃らねえで、本当に汚ねえおっさんだ。俺も砂鉄みたいになってでしょ、これいや彼女とかに言われて、うん、言うててジョリジョリしていて気持ち悪いって言われた、うん、キモいでしょ。ありがとうございます。ケーキ出した、うんうん、単独みたい、単独だよ俺はもう、よーよしよー、お酒を飲みませー、そういうところだよ。いや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 、赤かしてもらえる、赤余ってると思う、俺赤、いや赤だったらいい、あとで俺、赤の充電ちょっとなくなっちゃって、俺もあるかわかんないけど、今この携帯もさ、多分さ、うん、多分26%、あ、まあ後で、うん、いや、ちょっと俺の、ちょっと待って、
単純に確認する。空っぽかもしれないから俺も。え、てか今充電しといたら、え、今充電しといたら、いや俺もうないんで。だからコンセントで、コンセント、うん、あ、コンセントアダプターがない、ちょっとアダプター俺あるから貸してるから。アダプター、うん、アダプターってあれか、お、アダプターか、ちょっとごめんねリスナー、アダプター、アダプターって一緒に出てこない、あれもどうだった、あ、そうだ、これだ、あてラインだ、今日貸してくれ、アダプター、うん、俺アダプター俺持ってるから。アダプターって何、いや、あ、これか、そうそう貸してくれ、うん、ちょっと待ってね、リスナーみんなごめんね、よっしゃー、開いた、あーもう疲れた、もう二度とやんね、ほんとやんね、いやいや NGS やんない、やんねって言われて NGS やるけど、もうこの2日連休はマジでもうやだ、二度とやんね、ほんとにやんね、バカじゃねえバカじゃねえ、ほんと、あーもうほんとに、いや多分家帰ったら3日間寝ると思う、すごくね、3日間、まあ、3日間は分かんないけど2日間は必ずないだな、やっても柏だよな、柏、いやもう一日終わったら帰れるじゃん、来て体力消耗して帰って体力消耗するじゃん、でも柏でやんのかい、ちょっと俺らのわがまますぎやねんか、限界柏いいね、地元来てって言ってくれる人いるけどさ、いやけどネットジュエーションです今回ね、絶対前回も紅葉良くて、うん、今回も紅葉良くて、はいはい、もうどこでやってもみんなね遠征来ると思うよ、行ける人はね、あもはや行ける人は、まあ学生のね人とかね、金ない人は来れないかもしれない、土日でだからさ、なんかね、さっきコメントだったけど岐阜県でやってとかね、なんかアラスカでやってとかなんかコメントだったけどアラスカでやるか、もういつのこと、アラスカでやっても今金あるやつは来るし、来るよね、石油王とかじゃ来ないんじゃないの3連休どうですか、あ3連休3連休なんかないでしょ、どういうこと、俺ら2連おかしいわ、2連チャーやったんだもん、誰だアラスカ大臣、関東なら遠征できる、ナイキの人いいな、でも大体さ、透明リアルなとこ透明犯ってなるよね、そうだね、だから結局そうだよね、やっぱ金だから、うん、やっぱあいつらクソだからさ、いやでもしょうがねえ、しょうがねえ、言わないよ、しょうがない、それはね、反応できないよ、ファンのこと考えてよ、考えていい、僕だったら神だから、うん、全歌手である、じゃあ、のこさん自腹でやってくださいよ、自腹でやるおいおい、なんかわけわかんない、全国都道府県で俺の会でやるよ、うん、どういうこと、一箇所1000ぐらいできるでしょ、エンペラーがすげえこと言ってるわ、一箇所1000円です、ダンボールでいいで、お前らただじゃん、え、あ、俺らただ、歩きであと受けばいいじゃん、どうやって行くんだよお前、私はもう朝原翔子の弟子だろ、ちょっと待ってくれ、おいおい勘弁してくれ、誤解されるよ、えだってお前だって死刑執行予定予備だろ、俺が、うん、勘弁しろよお前、まだ死刑執行されねえぞ俺は、だからこれからするんでしょちょっと待ってよ、どんなさ印象悪いでしょ、超悪い印象やめて、ほんとにこんなやつね、悪いんだよちょっとね、だからさいるわけねえだろって言ってくれよ、おい木場木もなんかフォローしてくれよ、なんで何も言ってくんねえんだよ、まあ、ほんと疲れてるよ、疲れてるよ、いやなんかすごい余計モックって余裕だよね、いつもね、疲れてるけどね、すごいよね、疲れてるけど、なんだよ、なんだよ、まあだからスーパーマンだよ、僕は、うん、あ、なんかスーパーマンかっこいい、マーブルヒーローそうそうそう、うん、その日だから俺緑色になってよ、いやほんとありえねえよ、あんなライブ、いいまあ俺とお前動いてんじゃん、めちゃくちゃ動いてんじゃん、いつもお前だけなんか余裕動いたの、トイレが汚い、これお前絶対落ちたんだ、誰やこんな黄色いションベをまき散らしたのは、ちょっとこいつだよモノくんか俺だって俺さ、あれさカイドウ入った後に黄色かと歌ったよ、便座マジで、俺もまあたまに黄色時あるけど、でも俺そのまま放置した時もあるよ、今回は俺じゃない、俺じゃないって、俺じゃないって、今回は俺じゃない、嘘だ、俺絶対そんなことしないよ、今回は違う、スーパーマン最低って、いや絶対俺そんなことしないって、ちゃんとまっすぐ、やっぱりしたことあるよ、ある酔っ払ってたんですか、あと流さないとき、あ、それはあるかも、流す、お前流さないそれはあるかも、それはあるかも、流さないの千葉人もある
それはあるかも、それはあるかも。ありえないよね、忘れてた。でもお前ばっかりだってね。どうなんだ、どっこいどっこいだと思うぞ。ちゃんすいません、はい、すいません。いや、男ってね、ズボラが誰か知らんけどさ、めっちゃビタミン取ってるやつのションベンだ。マッキール、マッキール。ビタミン取ってるじゃん。マッキール。だって俺、あれビタミンのやつ飲んでないもん。アプリ。サプリ。ダブルロード。ありがとう。着替えてきていいよ。ミサコさんの。ミサコさん。あ、どうも。いつも通りそうにしてるのよ。これでも。そうです。さっきね、今あの便座が汚いっていう話だったけど、その前に床がびっちょんびっちょんだったのを美佐子さんが拭いてくれたっていうね。それを拭いた後、便座が今度やられてる。なんで言うか、なんで言うか、千葉銀、それは本当じゃ俺じゃない。千葉銀、今日は本当にありがとう。いえいえいえ、よかった。結果3部だけでもね、まともに聞けてよかった、本当にみんなね。いやー、表現ありがとうね、感謝です。ごめんね、ニコロも。いやいや、こちらこそ。いやー、もうちょっとどうにもならんね、マイクはね。マイクだって買ったんだよ。どう、それがダメだった。新しいやつよ。でもそれが壊れてるとかじゃなくて、その音圧にもう耐えきれないんだよね。なんなの壊れてるとか。ニコ生もう別に、あのマイクで多分普通に雑談したら普通に喋れると思うよ、多分。ああ、なるほど、ね。うん、そういうことだと思う、多分。ニコ生見れんかったけど、そんなひどかった。いや、俺もだってニコ生のあれで聞いてたわけじゃないからわかんないけども、ヘアカットしたんだね。ヘアカットってしたけど、千葉銀髪型可愛くなった。ありがとうございます。マジひどかった、あれは辛かった。あれすぎてた。でも本当やっぱツイキャスに変えたのはで、まあ映画だった。まあそうだねツイキャス変えてよかった。あの3部だけでもね、千葉銀若返ったな。本当バッテリーがあと 20% です。あれ、カイロ、俺のやつ、やってる。アンカー、キャスに帰ってくれて助かりました。最後良かったから、いい思い出が残った。本当頭痛くなった、助かった。みんなすごいな。頭痛とか耳がとか言いながらもずっと見続けてるぜ、すごいね。あれね、言いながらも最後までね。ちょっと熱出た、明日頑張れる。そうや、我慢して見てました。みんなちゃんと見てるっていうのはね。ニコ生離脱した、うんと。何の曲か当てるの難しかった。もう分かんないんだ、もう何やってるか、もう何の曲か当てるのが難しいレベルなんだ。いやー、ひどいな、それは。3部ちゃんと聴けたからよかった。よかったよかった、ね、よかった、ほんとよかった。いやー、すかった。このまま帰ります、運転です。はい。MC は死んだ。クイズ大会、曲当てしてた。ノイズバンド。学校に行きたくないばっかやってた。自分ド M だと思った。もう途中から意地になってた。今日帰るのか、今日帰るよ。今日帰る。なぜ止まれない？それはもう。一言だもん、それは節約、うん、今日止まんないでね、メンバー全員、スタッフさんね、車1台のね、宿泊費がね、これからのスタジオ代、レコーディング費用になってくんですよね。ね、あった、しょうがない、インディーズバンドみたい。千葉銀、高速逆走しないよ、大丈夫。泊まれるようにいっぱいライブ、そうね、もう各地でね、でっかい会場でいっぱい人が来てくれて、いっぱい物販が売れるようなバンドだったらね、こう泊まれたりとか、移動が新幹線だったりとか、だんだんなっていくと思うんでね、皆さんもよろしくお願いしますね。はい、エビスリキッド行く。ああ、もう今年最後のね、12月27日もね、もうぶちかましていくんでね、はい、よろしくお願いしますね。だいぶ最高でしたね、最高だったね。だいぶだった。ゆっくり帰ろうね、ね、ゆっくり帰ろう。帰ろうね、ねえ、日は広い早流れる。はい、
CD 持ってるけど買ったよ、ありがとうありがとう、世に安心かとはない。4月なんで4月、あ、4月、 あれね、4月にまた NG フェスやるぞーってのこさんが言ってたやつね。まあ大嘘です、大嘘、うん、かけらも決まってない、そんな予定はかけらも決まってないです。はい、かけらも決まっておりません。はい、まあ、多分普通にやんないと思う普通にやんないと、そんな予定はない、ないです、そんなね、そんな無理だよ。だって4月のライブだったら多分今からもう会場を抑えてないといけないのに、そんな話かけらも出てないもん。だって野茂さん沸かせといて嘘かい、ほんま適当やな、気になってた、信じた人多いと思います。そうだろう、そうだろうな、あ4月にね、本気にしちゃった。千葉銀 T シャツ完売、わかんないけど、あれですよ、なんか途中2部と3部の間の、ね、あ、青木さんの MC というか前説みたいなやつで、あの千葉銀くんとモノくんの T シャツが若干数残っているんだよアナウンス、アナウンスしてったぞお前ら、なんか悲しい、ね、アナウンスしなくていいのかな、ね、同情で買ってみたいなアナウンスしとったの俺、ちょっとチラッと聞こえちゃったよ俺あーはーと思って最初聞きに行った方がいい、もう俺売りに行くぞ、今から物販行って千葉銀 T シャツ買ってくださいっつって売りに行くぞ。もうお客さんいないです、いない、もういない、もういない、もう客さんいない、もう誰もいない。でも結果発表だけ分かるね、結果発表っつって、モノ君と千葉銀の T シャツどちらが余ったのか、いやもうこれはもう本当あれですよ、もうこの結果いかんではもう本当にあれですよ、あのモノ君の誕生日プレゼントにあのゴキブリを送りつけますよ本当に戦いだね、戦い、もう聖戦だねこれはね、もう聖戦だねこれはね、男のプライドをかけて通販したら2人分買う、もうだから結局これでしょ、あの余ったらネット通販でも売りますよみたいな話だったから、その4人写ってる白黒のやつはどうだか知らないけど、ノコティとミサコティはもうネットでは売らないってことなんのかな、分かんないけど、だから千葉銀とモノティだけ若干数売るのかもしれないよ、もしかしたら売り切れてるよきっと、いいライブしたから売り切れてるかな、帰りにちょっと買ってくれてね、ライブ最高だった、体中痛い、もう見たいよ、もう本当に今すぐお風呂に入りたい。結果発表、あー出てる、出ます、もう出てる、うん、はい、結果、結果です。余った方は、はい、今幸せな方です。え、千葉銀 T だけ余ってるってことです、余ってるだけでいいの、数ね、数の差ね、バズイキの方が売れてます。モノくん T も千葉銀 T も残ってはいるけど、バズイキの方が売れてます、千葉銀 T が一番売れていない。やっほーい、取ってんじゃねえよイエーイ何枚くらい、分かんない、何枚かちょっとね、それは多分たとえ言えないと思うんだよね、うん、切ない、千葉銀敗北何が、千葉銀 T が一番余ってるんだって。え、あ、お前のが一番売れんだ、その幸せそうな笑顔いやいいって言うよ、幸せ、幸せだよ、幸せだよ、幸せじゃないけど、予想当たったじゃん、まあ、いや、そう言ってないから、別にだから俺一番売れねえんだろうなって練習してる、いやそんなこと、そんなこと言ってないですから、なんで千葉銀の買ってあげないんだお前らなんでだよなんでだなんでだよ、家族で着よう、気持ち悪いわ、売り切れたって、家族でみんな千葉銀、千葉銀俺の T シャツも余ってるけど、え、俺の T シャツも余ってるけど、そうだよ、モノ君のも俺のも余ってるんだけど、俺の方が余ってるって話、誰のが一番売れたの、それも分かんない、それ聞いて、いや違う、美佐子さんだよ、美佐子さんが一番早く売り切れた、美佐子さんが一番早く、ノコも売り切れてるけど美佐子さんより遅かった、ね、なるほどね、うん、じゃあ1位、2位、3位、4位、そういうこと、そういうこと、そういうこと、総選挙、新生かまって、じゃあ 10周年の総選挙の結果はね、皮肉にも出てしまいましたよ、やるつもりのなかった総選挙がね、いや良い、もう一番売れなかったわね、千葉銀のだけ多めに作った説、あ、モノくん、モノくんどうせ売れないから少なめにしとこうと思ったのに
千葉銀が売れな結果残ったってこと？千葉銀のが一番ね。ああ、千葉銀のがちょっと一番ね売れるんじゃねえかってスタッフの人がねなんかね。千葉銀ティーをミサコティーに加工して売ってくれ。おい。よくわかんなくなるじゃん。なんて切ないことするんだお前。あとは這い上がっていくだけだぜ。確かにね、4位以下はないからね。のこの画力のせい。あ、なるほどね。あの、ボツ案だった千葉銀だったらもっと、もっと売れてた説。画力のせいじゃないよ。単純に人気だろ。そんな分かりきってることを真顔で言わないでくださいよ。分かってんですよ、こんなことは。別に、モノ君の在庫が少なかったとも思ってないですよ、別に。分かりきってんだよ。まあ、しょうがないよね。けど美佐子さんがね、まあ、千葉県のフォローすると美佐子さんが確か可愛かった感じ。ああ、のこもね、美佐子 T ファ欲しい欲しいって言ってたもんね。でも千葉県のけど1だから2枚書いたけど1枚目あっちだったらどうだったのかなって。もっと可愛くして分からんね。千葉県は見てないけど、あっちだったらね、あれは良かったと思うけど、千葉ロスの影響、千葉銀やめないでね、分かんない、悲しくてやめちゃうかもしれない。だから千葉銀さ、千葉、あのさ、リスナーのやつさ、保存してるやついるな、千葉銀。あ、送ってもらって、俺、ツイッターで。ツイッターで見た見た。保存してるやつは俺のさ、千葉銀の最初に書いた、なんか、メンタマンボーンって飛び出てるやつでしょ。え、メンタマンボーンって出てるやつ、お前、千葉銀見た？見た見た、あのツイッターであのスクショ送ってもらって見て。あ、あれ、あれ、あれだったらどうなんだろう、あれの方が売れてたのかな。怖いやつ。なんなら裏と思ってね。あっちだったら100枚買ってた。嘘こけ。あ、裏と思ってはよかったもんね。だからね、思ってよ。だからさね、いつも今のにして裏にあれ、裏にあれ。一人だけ芸名だから、大作じゃなかったから。あれ怖い。怖いかも。あっちだったら買い占めてた。千葉銀信者頑張れ。あっちより今回の方が好き。あれは千葉銀じゃない。のこさんこんばんは。いやいや、もういいじゃないですか、千葉銀はパパで。小作君もいるし家に帰れば女の子だから小作ではない。小作女の子だからね。泣かないで。ドンティー全部欲しかったね。でもあのデザイン全部いいよね、あれね。うん、千葉銀もう一回ね、本当ありがとう。いえ、よかったよかった、本当ね。あの配信でね、グッズ欲しい、増産してよ、コサコ。俺さ、ぶっちゃけマジでさ、あのさ、俺のやつにそのさ、マジ通販で、あの、絶対売るべき、これから。ああ、売れると。売れる。ね。うん。普通に俺も欲しい。ちょっとそこら辺は、あの。まあ、俺のは別にいいからな、美佐子さんの、せめて美佐子さんのだけでも。みんなの売ろうよ、そんなら。そんな美佐子さんのだけ再販みたいな。千葉銀売れねえじゃん。一応置いといてよ。売れなくてもさ、在庫次のツアーに持ってけばいいじゃん、別に。在庫溜まってるじゃねえか。いや、そんな、増産しなきゃ。倉庫ぶっ壊れるわ。増産しなきゃいいでしょ、別に。倉庫はぶっ壊れるぞ、超ぶっ壊れる。あのタッチ、超買う。千葉の買うよ、ひどいな。じゃあ、どういう、まあ、お前じゃあ、お前らさ、じゃあさ、どういう千葉銀のやつだったら買うの？逆にお前らはじゃあ、いやいや、もう、あの千葉銀で売れなかったら、売れないっす、どの千葉銀。いや、俺が書いたやつだからだろ。いやいやいや、だから。千葉銀は、まあ、わかんない。書いて、まあ、イラストじゃなくて、なんか写真でもさ、あれ。いやいや、もうあの千葉銀売れなかったら、どの千葉銀も売れないっす。大丈夫っす。え？もう大丈夫。もうその話を早めにやめてほしい気持ちだ。やめよう。泣いてるのか。最近のこさんひどい。のこさん可愛い。最近だって やひどい。ひどさに気づいた。今までやつだったの俺。今までもいいやつだったんだ。千葉銀が描けば売れるんじゃ。いやいや、もう誰が描いても一緒だよ。もう顔が赤い。いやー、ほんと疲れたね。おい千葉銀。おい。お前さ、あれ家庭のことさ、何も言わねえよな俺らに。何も言わって別にそんな特筆してそんな言うような話はないよ別に。俺いつもだから一人で配信するときさ、やっぱさ言ってるのはさ、リスナーってさ千葉銀にね直接さ聞くのはさ恥ずかしいんだよやっぱ。
ね、俺いつもさ、ね、言ってんじゃん、ね、あお前お前らとさ一人配信するとき恥ずかしいんだよ。だからさ、千葉銀から言ってくんねえとさ、モノックンだって誰も言ってんでしょ。いやいやいや、聞かれりゃ別に言うよ。聞かれりゃって、いや自分からってこないと。うん、いつも言ってでしょ、でしょ。いや俺らも、美佐子さんにも言ってない。いや別に聞かれてないからね。いや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 、だからさ、何を言えばいいの。知りたい、何が知りたいの。逆にな、別に面白いことないよ。うち、ツイキャス娘ちゃんが、いや、おいやちゃん、俺は興味ないんだけど、なんかそういう流れになったの。なんか、なんどう、どういう、俺は別にね、そんなね、人の子供とかさ、自分の子供興味ないぐらいだからさ。でしょ。だから、だからそうなんだけど、興味ないでしょ。うん、知って、すいません、あのね、知ってる。なんか、なんだけど、なんでそういう流れになったのか知んないけど、うん、と、うん、興味し、ちゃんと答える。週なんか何？じゃあ配信とかではもう結構ベラベラ聞かれるしか、ベラベラ言うよ。あ、なるほどね。隠してるとか全然ない。あ、千葉銀の単独配信では言ってるわけか。結構言ってる、結構言ってる。リスナーが。うん、あ、そうそう。だからこそ、俺のね、うん、なんかさ、自宅配信やった時、キャスで自宅配信やった時、うん、まあ多分千葉銀の配信見てる人だと思うんだけど、うんうん、千葉銀は、年越し配信は、早めに帰りたいらしいよとか、なんかブツ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 言うなって。ああ、そう、本当？いや、早めに帰りたいっていうか、まあまあ、いや、だから早く返してあげてとかさ、そう、嫁さんがね、そいつブロックしたけど、一人で年越しになっちゃう。嘘で一人で年越しになっちゃうんで、まあ、ちょっとかわいそうかなっていう、のを言っただけ。あ、なるほどね。早く帰りたいとか、なんかそう行きたくないとか。そうなんかね、普通にね、なんかそうすげえ、なんかいきなりね、そう見慣れでアイコンが出てきてさ、千葉銀なんか、そうだから返してあげろよみたいなさ、なんかいきなり出てきてさそうなるほどね、うん、千葉銀のこと多分ね、心配なね、千葉があるか分かんないけどさ、ピューロランドのチケット早くあげろや、早くあげるやってね、あげるそれあげるよ。期限がもうそろ切れてしまうやつでしょ。ああ、けど1月か2月まで大丈夫。そう月か、だって余裕っしょ。もうそろでしょ。いや別に余裕っしょ。1月2月だったらよ、言うて、だって12月いっぱいまで僕ら、ギリやってギリじゃねえだろ。仕事やばいっす。12月いっぱいも結構もうずっと仕事ですよ。12月いっぱいは仕事続けて、27話まではね、少なくとも。あ、まあゲーム、千葉木はまあゲームのやつとかなんかあったり、あとね、俺生誕祭もあるんで準備しなきゃいけない。生誕祭、どっから行けど、まあけど奥さんもあそこ働いてたりする。働いてる。あ、なるほどね。行けて、でも年末、年内で行け、お疲れ様。年始だね。うん、千葉県家族の名前タトゥー、家族の名前タトゥー見せる、タトゥーそれあれでしょ。あれっすと、なんかラミフェルみたいな名前のやつ、うん、なんだっけ、リュウチェルだ。あ、リュウチェル、リュウチェル顔に、ではリュウ、あんまり、まあそれはどうでもいいんだけど、そう、うん、千葉銀のね、だからね、だから千葉銀の家にもさ、家絶対入れてくれないでしょ。絶対入れないってことないですけど、別に来てもね、来たら奥さんとか子供いつもいるの。もう言いますよ。ああ、そうなんだ。じゃあ年越し配信、千葉銀家は別に行ってもいいけどね。行ってもいいけど、行けないでそれは。やっぱね、そうだったら一緒、メンバーと一緒にさ、メンバーかつ家族と過ごせる。いや俺はうるさくしないよ、酒飲まないから。うん、俺酒飲まないよ、うん、常識あること分かってるでしょ、普段は。そう、うん、いや、マジ娘に会いたい。いや、リアルには会ってみてよ、そんなもんね、生もの見てみてわ。千葉銀は結婚しないのってないよ。いや、だから結婚したんだよ、千葉銀って。結婚しました、席に入れました。そう結婚式は開いてないけどね。それ式挙げてない。式開けよ、どこ、公園でも何でもいいから。公園分かんないけど、分かんない。ああ、千葉銀嫌そう。嫌なの。え、俺はなんかそのか、やっぱ家来るの。いや、家は来るの。大島さんちだけ呼びたくないの。家ちょっと来るくらい別にいいっす。こいつらさ、すげえさ、やっぱさ、千葉銀と俺さ、やっぱ昔はそうじゃん、はい、なんかさ、喧嘩させようとするんじゃん。あ、喧嘩させようとするじゃなくてさ、なんかさ、ちょっと壁がある、壁があるみたいなさ、ね、まあ実際ちょっと壁あるよ。ちょっとは壁あるけど、お互いあれだよね、そう別に壁があるとか仲が悪いとかじゃない、気は使い合ってる。そう、うん、あ、うちばかりさん、ね、そう、うん、あるある、壁はある、ちょっとぐらい、まあ大体って壁は、まあ、ある人はあるけど、それはもう気使っていかないです、ね、そうずっと一緒にやれない。一軒家に住んでるとそんなこと言うから、うん、そういうとこは俺は言わないから、うん、そう、千葉銀宅で配信は、いやけど俺は二度と行くことは多分ないだろうな、この流れ。だから別にいい距離感、そのね、なんかオフの状態でちらっと来てくれる分には全然歓迎しますよ。
あ、配信会で配信するとなると、やっぱ娘も寝なきゃいけないし、あそうそう、ちょっとその年越し配信とかはまあ厳しいだろうな。ちょっとなんかやっぱ声出すと、オンギャー、オンギャー、オンギャーってみたいな感じ。4歳けど4歳だよね。4歳でしょ、4歳でしょ、4歳になりました。 4歳ってけどキャッキャキャッキャなんかさ、一緒に遊んでくれる感じじゃないの。いやもう一緒に遊んでくれるよ配信、うん、配信に映すの。ああそのいや配信に映さないよ。あでもなんか俺らが映さないと寝られないってことか。まあ、序幕どう思うっす、はい、なるほどね。そうですね、こりゃどうしようもないね。人見知りする。うん、俺は声でかくしないって残りやつかな。残はね、あのね、あの子供は基本的に嫌いだけど女の子は好きなんだよ。そう、女の子は大好き。結構可愛がってくれる。こうやってロリコンとか言われるけど、いや本当に女の子は欲しいから。こっちバックドンス、うん、怖がるから普通にプライベートで会いに行けばいいじゃん。プライベートいやめんどくせんなもん。まあ遠いし遠くもね、車で30分。子供興奮してやべえやつやん。さらったらダメだよ。いやでもじゃあどうす、じゃあどうすればいいんだよなもんさ。なあ千葉県、お年玉やれ。えどうしたらいいんだよ。じゃあどうしたらいいんだよ。普通にさ、嫁と子供のそれ、その感じ、その感じどうすればいいんだよ。はい、配信で、うん、どうすればいいんだよ。千葉銀と嫁の、うん、その感じ。何よ何。いや俺が言いたいことはちょっと今漠然としてんだけど、酒飲んでね今はって、まあ、思うかもしれないけど、漠然としてるけど、やっぱはい、やっぱさ、みんなもやっぱ気になるわけじゃん千葉銀。俺もやっぱそういう話たまになるだろ、単独配信。そのだから千葉銀、何千葉銀ちのこの家族事情のことを、うん、どうすればこうなんかいい感じにみんなで共有できるかっていう話をしてる。心の距離はつかめんつか、配信とメンバーとの距離か。そういうこと。お祝いしたい。いや俺は別に会いたいのって。いやいや俺は別にリアルで会ってみたいよ一回ぐらいはね。ライブ連れてきたよ。ああ、うん、ライブ、うん、ライブ来たことないっしょ。嫁だけならあります。あ嫁だけならある。娘はないですけど。あれライブ来たの。来たことあります。いつ。えライブ2回くらいか。その待ってやらせあのいや言うてそのなんかやらせろって言ったなんでそれ。大きい会場で合わせる。そうだ、大きい会場でその合わせる関係者挨拶みたいなある日だったら合わせられたんだけど、うん、なんかそういうのない日のちっちゃい会場の時は。ああそうなんだ。そう、生もの会ってみたい。生もの、うん、ダメだよ一つは。違う その交際前ね、例えばね、前回の新規模コーストとかに来れてたんだったらもちろんね、そう、ね、今度そういう時があったら。なるほどね、うん、のこちゃんがかわいそうって。何がかわいそうなんだバカ。全然かわいそうじゃない。こいつは墓場に入ったんだよ。全然かわいそうじゃないね。ね、千葉銀俺ほんとちょっと心配だよ、うん、ちょっと同情してるよ。いやマジで墓場に入ったから、うん、そうザマーとは思えない、さすがに。だって絶対大変だもん。うん、だってこいつだってさ、俺配信でも言ってるけどさ、あのコンビニとかさ、だからどっかスタジオとか行く間さ、コンビニとか寄るんだけどさ、あのこいつだけさ、行かないからね。俺とモノ君だけあのなんかご飯とか昼飯とかちょっとなんか買いに行くんだけど、こいつだけずっと車でね、ずっとハンドルずっと持って止まってんの。なんで。それはあれっしょ、あの金でしょ。節約すでしょ。コンビニ飯かわいそうに。コンビニ飯、そう、結婚する前まではそんなことなかったよね。いやそんなことないよ。コンビ、あ、いや結婚する前はそんなことない。でも確かに確かに。だからかわいそうになって思いながらパクパク食ってる正直。おごってやれよってお前言うじゃん。いやなんか、いやそれもなんかさ、ノコは思ってる。いやそれもさ、いや別になんかさ、意外とちゃんと見てるな、ノコさん。いや見てる、当たり前だろ。バカ、何言ってんだお前。幼稚園か、付き合いだろおい。いや見て、当たり前じゃん。見てるし、結構俺単独愛してるこういう話してるよ。あと僕、俺じゃあ結構お前のことフォローしてんだからな。結婚してるからさ、なんかこいつは幸せになったとか言うけど、こいつは大変なんだぞって。まあ、ね、俺結構フォローしてるよな最近千葉銀のこと。
なんかみんな千葉県は幸せになって遠くに行ってしまったとかなんかさ言うやつやつがさやっぱさそう感じてる人多いんじゃない。いやコメントでさやっぱさ俺最近フォローしてるだろ違うんだって言って自己いた地獄に落ちたんだって、うん、だってこの子最近離婚するかもしれないんだからね下手したら、ね、何があるか分かんないんだからそう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 、うん、そうだよ前も言ってたなんだかそれもひでえよってねやめなさいよってね顔幸せそうだもん。じゃあ次はけど俺はねいやガチですよ。いやそれこそガチだよ。いろんなもうガチ話あとはさ千葉に金銭面とかまあいろいろね金銭面もあるし子供だからさ それも配信で言ってて聞いたからそう保育園ね保育園もやってるしさこれから先さなんか学校とかさすげえ金かかるわけじゃん。俺いくらかかるか分かんないけど小学校とかなってくるとねまあ金もそうだしさいろんなことをさなんかしていくとさバンドとかさ、ね、下手したらやめちまうんじゃねえかとかさそういうさねちょっとさなんかさうっすらと大丈夫かなとかさ心配もねちょっとしてでも俺たちはね俺たちはやっぱ千葉業信じこいつはねやっぱ腐ってはバンドマンだよからねどんだけね離婚したね離婚しようがねバンドマンのままだよなこいつはな絶対なな なんで離婚なんだよ結婚なあ結局やりよじゃあこれから離婚したあの離婚すん、ね、バンドと私誰あバンドと私どっち取るのよってな、ね、千葉銀のさ奥さんがさバンドと私どっち取るのよってさ言う時お前バンド取るだろどんなキャラになりますバンド取るだろいやちょっと待って分かんないちょっとこれねあまあまあこれはまあ、まあ、どっちって答えても敵を作るどっちって答えても敵を作る質問だから、まあ、確かに、ね、確かにノーコメントにさせてもらえるいや、これはちょっと俺も攻めすぎだ、これはこれは俺もね、ちょっと攻めすぎだ答えられないね、これはねこれは答えは、いや、答えいや、これはちょっと答えられないどっちって答えても地獄に落ちるやんそうだねちなみにさ、奥さんって配信とか見たりするときあるあ、はい、俺の単独は見たりしてくれてるみたいですよいや、俺のはいや、うーとかさだからみんなとかこういうのはたまに見たりするんじゃない？あ、そうなんだ。なるほど。だから今見てる可能性もあると思う、ね。あるあるんじゃない？あ、なるほどね。ゼロではない。あ、なるほど。じゃあそれは言えないよね。なるほどね。見てるよきっと。あ、のこちゃんのことなんて呼んでる？あ、奥さんは？俺のこと？のこさんって呼んでる？あ、のこさんって。へえ。千葉銀がさあとどこまでさ俺さあのさそのこいつらにさあのさ、はい、言ってんのかが分かんないんだよね。あのだから俺もさなんかみんなに聞いてんだよいつもリスナーに俺は知んないから娘の性別が女の子でクソハゲてあの年齢が4歳になったばっかりで嫁さんの連れ子だっていう話はもう全部してある嫁さんの連れ子で結婚して俺が、まあ、娘が同時にできたっていう話もしてあるし、まあ、結婚して自分がもともと住んでた千葉銀地に引っ越してきて今3人で住んでるっていう情報も全部みんな知ってる言ってないことは言ってないこと言ってないことないんじゃないまあそもそも言ってないことは言ってないことはまあね隠してる隠さなきゃいけないことだからねいやないんじゃない本名くらいまあそういうこと、ね、あ本名とかそういうそういうそういう、ね、言ってないことはそうだね名前とかじゃねああそっか名前ねまあまあ名前とか絶対配信とかねまあ確かに名前とかやめた方がいいよ千葉銀そこは本当気をつけなはいあマジでああこいつら侮っちゃダメだよネットに本当に言わなくてもなんかさねそういうやついるからうん本当本当あゆみうんマジであゆみさんはなんかこういうそういう表の活動もしてた人じゃないですかこいつは誰ってお前らでネット民で、ね、うん特定中がいるから特定中特定いますねうん全てを晒した男は説得力が違う俺だって別に全てをまあほぼ俺も80ぐらいだようん全てじゃない俺だって100じゃないよ、うん、大島家残全部いや俺全部じゃない俺だって多分20ぐらい残ってんじゃないかな言ってないことうんあるある20ぐらいあるあるうんいるうん、うん、全てをさらけ出してない俺だってネットリテラシーね、うん、そうマイナンバーとか言えないマイナンバー当たり前だろうん干物さんなんて懐かしいな、うん、だんだんうんなるほどねお母さんの名前も言っちゃったそんな俺まあまあそれはいいんだけどまあまあけどそっかなるほどね
へえ。そっか。あとなんか聞きたいことはなんか、まあ、けどまあこれ以上俺はないかな。うん、多分。うん。うん、別にじゃあ内緒。普段にしてたり隠したりしてるみたいなのじゃないんですよ。普段さ、千葉銀ハーフっぽくなったねだって。そうだよ。ちょっと待って、ここら辺パーマみたいな。それあれ、なんだっけ、なんか昔あのお笑い芸でもチューニャンみたいな、それと間違えてる。ハーフとハーフとチューニャンは別にハーフでもない。ハーフでもない。ハーフ、オリラジっぽい。オリラジっぽいね。チューニャンのやつ。千葉銀っつうか、千葉銀って普段さ本当にすごいね、なんかねインタビューみたいになってるんだけどさあのさ、もう保育園まで千葉銀が送り迎えしてるんだ。普通に一緒に手つないで。明日月曜だから多分俺ら夜走りしてさ。夜走り？夜？いや今から。あー、おら、今からびっくりした。夜今から帰って多分朝の5時か6時に多分千葉着くじゃないですか。はい。そしたらもう数時間後に俺娘ちゃんの送りがある。あー、やばっ。なるほどね。父ってすげー。朝、だから6時に家着く。家、多分今日は着くだろうなって予想ね、予想で落ち着いて、でもってその後に朝8時ぐらいから保育園がある。8時、まあ大体そこだって8時半とかね。だからもう寝ずにそのまま車乗って飛ばしてく。そういうことで保育園向かり、あの送りてから寝るかな、俺はね。俺が父か。だね。パパ大変ってなるが。お前らってやってるやついるっしょ。別に週リスナーとかさ、お、なんか旦那リスナーとかさ、いるじゃん。あと 2% じゃねえか。物も物も。あ、まあそうそう、けど、そうそう、まあちょっと終わりね。嫁何してんのって知らねえ。でも仕事してるから、だからね、早く出ちゃうから。嫁何してるって、それは言ってないでしょ。何してるかは何の仕事してるかは言ってないけど、まあ別にジムです。ジムってガンダム。いや、事務仕事のジム。ああ、事務仕事、事務トレーナーか。違う、あのあれよ、なんかこうジムトレーナー、会社のさ、なんか接客とかじゃなくて、中でなんか書類とか整理したりする人、ジムの人って。あ、ジムってこれか、この管理ジム。そう、そのジム、ね、その感じのジム。うん、あれこっちか。そろそろ終わりにしますね。つかもう体感なんで。結構さっきあれアマゾンさん、あれなんか風呂寄っていくとか言ったけど、それ大丈夫なの千葉で。いや、そう、それはちょっとね。だからさ、さっきの話聞いたら送りが間に合えばいいなって。そう、千葉銀のさ、あのガキをさ、だからさ、送らないといけないっていう時間がさ、間に合わなくなっちゃうかもしれないわけじゃん。だから、パッと入ってパッと帰るぐらいだったら、まあ大丈夫だと思う。パッと入ってそんななんかめっちゃのんびり。俺がサウナで1時間ぐらいいたらどうする。俺超疲れてるもん。俺だってお風呂好きだもん。そうだね。うん。まあでも、まあ、みんなの疲れを取るのも大事ですからね。いや、千葉銀大変だね。え、毎日やってんのそれ。もちろん毎日やってる。あ、その平日だから月から金。俺がどうしても仕事で、だから今日帰る。そう仕事でいないとかの日はやってもらってるけど、その仕事を遅刻してもらったりとか早退してもらったりしてお前だからこういう話とかいろいろ聞いてくるとさ、だからこれは小学校こ、ね、こ、まあ、高校とか、まあ、大学はもいいけど、高校までの間、しかも女だよ、女っしょ。もう女なんかもうどんどんパパ嫌いになってくるからね。もうほんと大変だよ。もうほんとさ、やばいよ、もうマジで。ああ、ほんとな。ああ、だからやばいよね、千葉銀頑張って。ほんとね、千葉銀っていうか、ちょっとバンドをね、ちょっとバンドと両立うまくできるようにね、頑張ります。まあ、いろいろあると思うけど、頑張るけどね。いろいろは、まあ、そうそう、いろいろあると思うけどね。こうやってね、あのみんなの配信見てくれたり、おちまく投げてくれたりも、本当にその一つの手助けも。まあ、そう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 。なってるよね。ノッコ運転しないの。あ、いいよ。うん、スルスルする。
なんだったら千葉銀の子供の送り迎えも俺運転するよ。おいや、マジマジマジ。お子さんが運転するくらいだったら俺が寝ながら運転しちゃう。俺だ、俺だ。いや、じゃ別に俺だ。千葉銀の子供、保育園も連れてくよ、車の運転で。ET みたいに火星までね、行っちゃうよ。チャリでね。チャリで。うん。その後多分死ぬけど。いや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 。なるほどね。あ、逆に俺なんか俺さ、実感が なかったんだよね。まあ今でもほぼないよ。バンド、自分のさ、バンドでさ、あの子供ができてるやつがいるっていう。通報される、近づけるじゃん。いや、けど本当に今でもないよ。こいつだってパ、え、お前パパなの？で、子供いるのみたいな。子供います。いや、俺実感の本当ないよ。千葉銀自体そんな変わってないから、ね、うん、バッテリーは切れないよ。あ、バッテリー大丈夫。充電し、充電すごいことやるって。いや、全然実感ない、俺まだ本当に。いや、マジマジマジ。多分まあまあ、うん、何なんだろうな、大人になったね。大人、まあこれこそ完全な大人だよね、千葉銀ね。もともと大人なのにこれ以上大人だったら本当にもうね、もう千人みたいな感じじゃない、もうね。うん、もうこれから先人生面白いことなんか何もねえんじゃねえかな、この人。うん、いやいや、ひどい言い方、ひどい言い方するけどね、ひどいって、いやけど俺、けどさ、あれさ、俺さ、はい、あのね、あのね、僕ね、あのこれ見たんだけど、あ、けどお前らにも言ったことあるんだけど、あ、子供ができると、あのね、人生の主人公が、あの、要するにさ、人生の主人公って、はい、要するにさ、自分なわけじゃないですか、はい、今まで生きたら。子供ができたら主人、その人生の自分じゃない、子供が主人公になるんだって。そうそうそう。だからもう自分のことなんかもうどうでもよくなるんだって。そうそう、子供第一で、はいはい、まあ、俺は絶対そんなんもう絶対やだ、うん、まあ、でも千葉木はそうなっちゃった、まあ、そうそうそう、だからそんな感じでしょ、まあ、そんな感じ、そんな感じ、そう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 。いやー、もうだね、その子供を主人公にできない人はむしろ子供作るべきじゃない。そうです、まあ、うん、いやでもそうやって聞いて、俺は聞いた、作ったわけじゃないよ。まあいろんな人いると思うけど、うん、そうそうそう、いろんな人いると思うけど、けどまあわかる、確かにね、子供になんか委ねるみたいな、人それぞれだよ。まあそうだけど、それはパパがいた、違う違う、テレビで見た。でもなんか分からんでもないけどね、俺も自分が、まああんま想像でき、まあ想像推理したら、自分に子供ができてね、女の、可愛い女の子が生まれたらね、いや、なんかし、まあデレデレになるし、多分し子供が主人公だと自分なんか二の次になっちゃう、うーんっていうね、うん、親戚あんちゃんバイバイみたいな。もうそこやめちゃう、子供が、うん、でもね、子供が大事だからお仕事も頑張んなきゃいけない。分かんないけど、逆に頑張り始めるかもしれないよ、お子さん。え、子供が大事イコールお仕事も頑張んなきゃいけないじゃん。お金も稼がないと、子供をね、うん、大事に育てらんないから、うん、そしたら逆に頑張っちゃうかもしれない、お仕事。ああなるほどね、うん、あ、なるほど、逆に申請かまっちゃうね。ね、なるほどね、うん、そう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 、のこさんはパパは想像つかない。いやだから分かんないよ、俺だって40代50代これから行ってって、いきなり子供、まあこんなんいきなりだからね。まあ俺は本当にね、俺は今のところは本当にもう絶対嫌だって思ってるけどね、人生面白い、まあいろんなパターンあるからね。そう、まあまあ俺と俺、まあまあまあ俺とか美佐子さんはまだね、まあ本当にね、まあ俺も本当に今別に彼女もいなくて、美佐子さんも彼氏いなくて、でモノ君も彼ね、あの彼氏じゃない、彼女いないけど、まあね、モノ君が一番僕は応援してますよ、これね。うん、モノ君ね、うん、誰かね拾ってあげてください、こうね、本当にね、哀れな哀れなね、哀れなね、腐った死体よ、腐った死体って別に腐ってはいないだろ。なんかごめん、俺ちょっと悟り書いてない。うん、もうね、いや本当に、お前本当、お前本気出さなきゃダメだって。何を、あの、違うよ、いや彼女作り、ああそうだよね、うん、お前はマジで来年頑張るよ、ワイモノ君を一番で、俺もだよ。いやもう、いや当たり前じゃん。でもこいつ別に彼女できそうじゃん。でさ、俺さ、昨日もなんかさ、アドリブで歌ってこれ聞こえなかったんだけどさ、うん、あれなんて言ったの、余裕戻したいって言ったの。覚えてない。ええかよ。でもね、別に、いや俺もそれめっちゃ気になってるんだよね。あの、そう、でもあれ昨日聞こえた、すごいなんか大絶賛だった。とにかくあのモノ君のアドリブがめっちゃ良かったんで泣けたみたいな。まさかモノ君で泣く日が来るとはとか、そういう、今でも好きって言ってなかった。あ、今でも、そうそう、今でも好きだけど、まあまあお互い今違う道を歩いてるけど、何もこう気兼ねなくちゃんとまた
こう会えるたらいいねっていうのを歌った気がする。またあなるほどね、友達として全然聞き取れなかったね。今でも好きだけど相手は別にお前のことは別にどうでもいいけど、どうでもいいと思ってるだろうから。でも分かんないよ。いや、まあ、分かんない、ね、でもだって昨日の話だからね、あゆみさんね見てる可能性もあるわけじゃん。見てない、いやけどさ、でもツイッターやってるんでしょあいつ。だからさ、こんなこと言ってたよってね、こいつらがさ飛ばしてるかもしれない。そしたらさ、それ見てさ、あ、ユキや、私のこと、ユキや、私もよ。そんなに感じ豊かじゃないよあの人。ってなるかもしれないじゃん。俺の曲のおかげでね、即興のおかげで、ね、新生化マッチ者のおかげでね。そうだけど、うん、ドラマが、けどドラマあるじゃん。俺育ってもらいたい。うん、お前の幸せよりも一番ドラマがあって面白い。なあ、ドラマあるよね。のこの妄想って何が。いやけどさ、わかんないじゃん本当に。俺だから俺は立ち会ったからな。あのあゆみさんとさ、あのさカイドウのさ、よくわかんない。だからさ、お前よくわかんなかったじゃん。そう絶対俺あゆみさんもさ普通にさ、別にまたねすぐ寄り戻すんじゃねえかなこいつらみたいな感じだったからさ、マジ。うん。だから、うん、お前がひねくれてるだけって。いやそれはあると思うけどね。そう。お前から普通にさ、ね、昨日みたいにねストレートにさ。あ、でも俺でも言ったんだよ。そのひねくれてはいたけど、ちゃんともう一回やり直さないっていう話になって、でもやっぱ向こうは気持ち変わるなって。のこが復縁願ってんのが謎すぎるんだよなって。なんでこの顔見ろよ。おかしい。顔かい。うん。もうだって今まあ33歳だからまだね、はい、でも33歳になってあっちゅう間にさ50歳になるからね、うん、50歳でもうこんなになってなったらもうやばいぞ。うん、いやこれ本当にマジで、うん、だから言ってんだよ、応援してんだよ、分かるだろ、うん、俺は応援してんだよ、心配で応援で、心配でもある、応援で。のこさんの言う通りね、お前ひどいな。いやでもひどいなって言うけど本当だよ、本当の話だよ。俺けどこいつに昔から言ってんだよ、下手な鉄砲数打ち当たるって。だからさ、お前ら他のメンバー相互フォローしてんだから、ツイッターでも相互フォローしてんだから、あの DM 手裏剣しまくれよな、ね、別にさ女でもフォローあるだろ、ファンでもさ DM 手裏剣とか何でもしまくれ、下手な鉄砲数打ち当たるから。まあね、うん、その気持ちがまだね出ないんだよ。なんでだよ。まあ疲れてる。未練があるわけじゃなくて、恋愛に疲れたんだ、うん、なるほどね。なんか、うん、ファン食いの勧めって、ファン食いってなんかおかん、お前らファン食いって言葉が悪いよ。だって別にファンをさ別にさガブって食べるわけじゃないんだからさ、食すわけじゃないんだから。ファン食いって言葉がなんかえげつ、なんかね、ゲス、ゲスの時みたいにちゃんとお付き合いになって結婚まで行くゲスさをさ、なんかさ悔いでもないじゃんね、ね、上げてるよ。ファンだって別に人間じゃん。じゃあなんて言うのって何が、え、ファンとあのファンとセックスしたい。なんでそうなるの。うん、ファン食いって言葉がいけないよ、うん、ファン恋、あ、そう、ファン恋いいね、うん、ファンとセックスしたらだってダメか、出直か、ファン恋だよ。ファン食いっていうのが多分俺悪しき文化だと思ってる。なんかねイメージ悪いよな、ね、ああ本当に、うん、ファン恋って、そう、ファン、うん、ファン恋って言い方はそうだから、お前ファン恋しろよ。だからそこでね恋愛ね、なそういう燃えてきたらいいな。の今日はタモリかって何が、いやあんまり別にみんなと配信することないじゃん。次だって年越し配信、あ、けどバンス配信があるか、うん、バンス配信は雑談ないから次年越し配信になるじゃん。だったら何だったら年越し配信で多分この話を俺はしたかったぐらいだからね。チワギンのこともさ、あ、食べとけよってね、うん、そう、あ、そういえばさ、もうさ、いやもうこの話また年越し配信でちょっとねやりますか。あのさ年越し配信さ、あのさ何する、何も考えてない、おいみんな、はいはい、年越し配信何すんだ、雑談、いや雑談するよ、俺ん家で、俺ん家では雑談、温泉旅行行こうよ、そろそろ美佐子さん、じゃあ喋んなったら普通に座って、
俺はだからバンドスタジオ配信、俺はねだからバンドスタジオ配信でも天皇誕生日の日にバンドスタジオ配信やるからいいよね。旅館配信え良くない旅館配信。いや俺っちだよ、俺っちでは雑談配信するよ。あ、そっか、残さんちな。俺っちで雑談配信した後だよ。うん、俺んちで雑談配信した後、そうだから大体それ12時後になるじゃん。そっか、ね、いつも毎回上がるのは成田さんでしょ。カラオケ配信は絶対、カラオケでもういいよ。カラオケは絶対やだ。のこさんちは決まってるらしい。カラオケは絶対やだ。のこさんちだ。え、だって俺、いや、お前ら俺んちがいいっしょ。旅行配信したい。カラオケは絶対やだ、うん、初い、いや、だから俺んちがいいっしょ。温泉行こうよって、お前が、お前一人で行けばいいじゃん。温泉から俺らの配信見ればいいじゃん。あー腰痛、全身痛。温泉なんか別の機会でいいだろう。そういうなんかとびっきりのイベント配信は年越し配信は年越し配信で、場所によっては取れるよ、きっと。いや別に旅館は旅館配信で、そういうそれもイベント、そのとびっきりイベントはまた別の機会でやろうよ。ああいいネタなんだから、それはそれで。そっか、うん、年越し愛もったい、年越し愛どんだけバラエティー飛んでるんだよ。ああ旅行は千葉銀が、あ、平らかちゃんがね。え、千葉銀って実際もんだ。だからさ、年越し愛しの時さ、何時帰りたい？え、何時帰りたい？あの子供とかね、お前の子供とか嫁のね、寂しがって泣いてんだろ、ね、うん、旦那とすごいね、それ旦那とね、普通に過ごしたかったなって、家で泣いてんだろ、大作家。俺個人の泣いてんだろ、ね、わがままを言っていいんだったら、まあ、越したら帰りたいから。12時過ぎたら、帰るのか。いや、でもそういうわけにもいかんから、別に全然気にしなくていいよ。でも千葉県だけど、本心はそれなんだよ。そう、うん、嫁もあの全然気にしなくていいって言って。俺はね、サイコパスだから、その気持ちが分かんない。俺はね、ほんとね、そこら辺サイコパスだから、ほんとに分かんない。なんでそんな、なんか別にそんな、だってさ、別にいいじゃん、別にそんな、普段一緒にいるんだから。なんかよくさ、普通にさ、なんかさ、コメント、なんか、だからいつもこの話するとさ、あのさ、お前らさ、ね、千葉銀は今年ね、新婚、ほやほや、なんかさ、ほやほやだから、ね、だからさ、新婚ながら一緒に年越したいとかさ、別に普段一緒にいるからいいじゃねえかって思っちゃうの。サイコパスだからじゃないよ。あの、まあ、それは人によってさ、なんか意外とさ、こういうのを大事にするっていうのは人によって違うじゃん。まあ人にね、本当に全然気にしない人もいるしさ、気にする人もいる。確かに今コメントでも俺に同意みたいなコメントもあるし、人による、人による、うん、普段ラブラブしてんだろお前、ね、一緒の布団で3人でさ、な、女2人とさ、女2人でこうやってさ、なこうやって裏押しなもんやろな。いやマジで女2人でこうやってやってるでしょね。おおし片方女の子でさ、お前女の子ってか、その 4歳の子供でさ、お母さんとさ、子供でさ、そんなことやってんだろお前。やってるだろ布団で。真ん中っていう設定絶対布団でやってるよね。女二人ってやつでしょ、そういうこと。いや、そう、いや、そういうことでしょ。想像力すると、いや、そういうこと、羨ましい。いや、それはね、やっぱ女の子、いや、別にね、いや、本当にね、その女の子、やっぱね、いや、別に、ね、やっぱ僕は女の子、別にこの性的な、本当に何回も性的な意味じゃないかね、本当に何回も言うけど、性的な意味じゃなくて、やっぱ女の子をね、こうやってね、なんかこうやってさ、こうやってやって寝るって、もうね、デレデレしちゃう僕やって。やってんだろお前この野郎。いやお前金よこせ。意味わかんない。金一番の差が持ってくる。いやずるいよね、いつも一緒に行ってくっついてんだろね。いやでも実際、いやまあまあそれはまあいいとして、けど千葉ゲームは本音、どこが喋るんだったら映ればいい。あ、いや全然俺いつも映ってるんで。
じゃあ俺ちょっと黙っとくわ。いや黙っとくね。コメントは見てるから。うん、だでも年越し配信何するかっていうのはけど、それはね、でもやっぱバンドスタジオ配信っていうのはだからゲートウェイ、あの柏のゲートウェイじゃなかったら、うん、なんか他のとこだったら空いてるみたいな。空いてるのかな。空いてるとこはあるらしいよ。あ、そうなんだ。なんか別にゲートウェイダメ。じゃあ年収やってないってことだよね。うん、帰りの時間大丈夫。そう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 。まあ、その時は私言っちゃったってもともと10年前からバレてんだろ。まあね、ここ退信したらバレるもんね。お前ら来んなよバカ野郎、来たら殺すからな。あ、お茶バラーズ。めちゃめちゃ拒否する。だからまあバンスト配信するんだったらまあどっか別のとこかな。そうね。スタジオ配信どう思う、みんな。あのおしょ、年明けたら年ひと越しバンスタいい？いい？でも天皇誕生日にもうなんか1週間前にやるけどまたみたいなこと、またみたいな、またみたいなことでも大丈夫。お茶ありがとうございます。嬉しい、バンスタ見たい。見たい。いやでも君たちね、23日見た後また変わってそうなんだよね、意見。ハンターハンター朗読って言ってる人が今見てないから言ってるけどさ、23日やったって意見変わってそうに来ねんだろ。そうだね、うん、確かに。あと今回はいいわみたいな。うおー、あ、アモロさん、あれ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 、あ、あ、あ、ちょっと、ちょっと、皆さん、皆さん、ちょっと、せい、っていう、いきなり来た。なんだこれ、こんなことやるバンドじゃねえだろ。お茶ばっかりざんすよ。いやいや、なんだこいつ、ほんとに。なんだよこれ、なにこれ、気持ち悪い。停電かと思ったよ俺。おめでとう。おめでとうございます。びっくりしましたこれ。いや、びっくりした、ほんとびっくりした。全員びっくりした。なんか、じゃあ33歳になったあのね、我が新世界ちゃんメンバーリーダーから昨日聞いたコメントが、はい、はい、あります。33歳になりました。全員、これで全員が33歳。あ、全員がね。あ、お茶、あ、パチパチ、あ、まあ、とりあえず、ね。じゃあ33歳ね。どんなね、あのね、お年にしたいですか。そうですね。33歳になったっていう実感はまだないんですけど。はい。もう、来年はもう、もっとよく頑張りたいです。もっと頑張りたい。もう、ダメだ。なんかうまいこと言えないね。ごめんなさい。いや、でも、素直に嬉しいです。これは。ね。うわ、ま、真面目かってコメントがね。泣いてる。泣いてはいないけど。泣いてる。泣くの。泣きはしないけどね。あ、なんかお茶箱いっぱいあるんだね。これ、多分モノ君へのお茶箱だね、これ。モノ君。4等分されちゃってごめんね。4等分されちゃってごめんね。これね。いや、まあまあ、でも、ね、泣くよ。モノ君泣くの。いや、泣かないです。お前ちょっと目うるんでない。お前目ちょっとうるんでんちゃう。お前マジでうるんでたとしてもそっとしといてやれよ、かわいそうに。あ、まあ、いやたとしてもだ。ちょっと疲れてこういうテンションになった状態でこういうのはブルーちょっとうるんで。いやまあね、まあ帰る。おめでとう、はい、ありがとう。やめろ、本当にやめろ。なんでやめろって、やめろってなんて。通学路のダンスみたいになってくる。うん、なんだお前。あ、モノ君。お前の、世界の終わりか。何願ってんだよ。モノ君が最初の一口食べてくんないと誰も食べられないから。誰食べて。カイド泣いとる。カイド泣いてるこいつ。涙もろいっすね。なんだこいつ。カイドウが泣いてて、若干周りみんなちょっと引いてるっていう。みんな引いてる。むしろ泣いてる人に対してなんだこいつっていう決め引いてるよ。なんだこいつ。泣いてる人に対してなんだこいつってすごい。いや抱きしめてあげられよって。なんで俺がお前を抱きしめる。なんで俺がこんなやつ抱きしめないといけないんだよ。ハリーねえだろ。いただきます。早く食え。じゃあね、モノ君ね、
じゃあね、33歳か。てか、やっと33歳か。そうね、俺が一番最後だからね。年やな。おお、かわいいな。カイドおめでとう。はい。良いバンドっぽいね。良いバンドっぽい感じだね。はい。ありがとうございます。おいしい。おいしいですか。じゃあ、僕も、じゃあ、行きます。はい、はい、いただきます。食べさせてあげて、良いバンドっぽい感じでね。ほんと、気持ち悪い。気持ち悪いね。ごめんね。気持ち悪い。あ、いや、ちょっと僕、いいっす、いいっす。僕、ちょっと今、疲れてるんで。疲れてる時に生クリームって結構吐きそうなんで、そうなんだよね、生クリームは。あ、ちょっと名前も書いてあるんだね。うん、モノ君33歳、誕生日の歌だってね、ちゃんと書いてあるんだね。え、なんかね、僕、毎年こんな感じじゃん、お前。え、なんかけどこんなことないよね、けどね、あんまりね、なんかね、カイドさ、けど言われたことって今まであった？ないんだ。あったてか、俺らメンバーあった？いや、だってまあ俺は誕生日配信してるけどさ、去年もモノ君の誕生日ライブだったじゃん。そっか、あ、そっか、知らん、知らんけど、16なんかライブやってた。多分メンバーでは初めてじゃない？モノ君泣くの初めて見た。だって、いや、泣いてんじゃん、お前。メンバーでは多分初めてじゃない？こういうサプライチングはあったけど、チング。いや、うん、なんでチングだけ覚えてんだよ。みんなじゃないけど。え、まあ、俺は誕生日配信やってっからさ。え、千葉銀とかあったっけ？千葉銀もこうやってライブの後にケーキに出しようかとかある。あ、本当に？マジで？モノ君に行ったって多分2回目とか。2回目かもしれない。いや、マジで？嘘。あ、全然初めて。俺が興味なかったやつだっけ。美佐子さんと僕は。いや、ノコもある。ノコも。違う、俺誕生日配信だけだよ。いや、違う、綺麗なでかい、なんかね、ずっとものでかい。あー、ワーナーのやつか、あれか。あれ、あんな仕事っぽいじゃん。そんなことない。いや、あん時は、いや、違う、あったんすよ、ずっとものなんかね。なんか、あれはなんか仕事っぽいな感じだったから。そんなことない。あの、ワーナーのハゲが。ワーナーのハゲが、おめでとうって。いや、あれは すげえ仕事っぽかったじゃん、あの時。まあ、うん、なんかさ、ワーナーのあのハゲ、うん、すげえ仕事っぽい感じ。ビジネスケーキ、うん、感じ。いやそれでもね、うん、ヒネトンのって。いやけど、いやあの時はだって、今みたいに渡されたら終わって泣いとるわ。いや、今に、ね、部屋は暗くしてなかったけど、でも今みたいに発表するビジネスケーキ。あ、ほんと？私覚えてるのは、あと大阪の帰りにで、誕生日迎えちゃったけど、なんだよ、ラムネがある。ラムネがあります。モノ君、おいしい。移動日ってやる。甘いっすね。甘いっすね。はい、それは甘いっしょ。ラムネと一緒に食べない。ノコさんもどうぞ。俺疲れてるから、疲れた後なんか生クリーム食いたくない。はね、いいんだけど、うん、ライブ甘さが染みる。どんどん、ね、甘いってね。まあそういうこともね、言える余裕がないんでしょう、モノ君。ないっす、ないっす、うん、感動しすぎて、人の優しさに触れてしまって。そうっすね、うん、フランケンシュタインから人間になってみたいな。疲れてる時食べた方がいい、みんな好き。てか、お前らめっちゃバクバク食うな。いいメンバーだねって。何が？いや、こんなこと普段したら別にいいメンバーだけど、こんな普段新生活長しねえや。しないね。普段しないからこそサプライズで来たからね。そうね、確かにね、それはあるかもね。天野さんはいません。仕事の日と誕生日が被ってる時は毎回してくれてるよ。いつケーキ爆発するの？あ、でもね、コンビデオ感強いですね。うん、誕生日プレゼントは持ち帰ってちゃんと額縁に飾っとけよ。こんなもん人生に1回しかなく食べちゃうんだ。でもモノ君ってやっぱね、シルバニアファミリーだから家でもこういうことやってんだろ、お前。やってるわけねえな。嘘、絶対お前っちゃってそう。ユキヤ
雪や、いきなり、なね、真っ暗になってね、いきなりね雪や、雪やってなんかアナウンス流れてどういうあれだ、研究所やるんだからさ雪や、雪やってアナウンス流れてリビングに着いたらいきなりね、みんなで雪や、雪や、さあそうじゃない、いやでもそういう、じゃあお前ら、じゃあそう言うけどモノくんちってほんとそんぐらい、ほんとシルバニア、いやほんとほんとこいつんち綺麗だからね、外見も中身も、うん、いやモノくんち住みてーもん俺、ほんと一軒家めっちゃいいとこ住んでこいつ、はい、並び、そんな広くはないんだね、あ、そうなんだ、広くはないんだ、明日は家族でパーティーか、お前は、広くってねえだろって、あんたも33かって言われたよ、ほんとにそうだよ、大犬様、羨ましい、モノくんお坊ちゃまなのか、お坊ちゃまくんな、こいつすげえ、お前は、まあ、シルバニアって呼べること、ね、うん、だからモノくんさ、ケーキ、いや、早いね、モノくんと千葉県さん、うん、へえ、意外、まあ意外だけど、うん、けど、いや、けど意外かな、モノくんけど育ちいいとこちゃんと出てんじゃん、こいつ、なんだかんだ、そうかな、うん、育ちがいいとこ出てんじゃん、別に意外じゃないっしょ、うん、うん、うん、俺食べないって、うん、ノコハウスも怪我将来という意味では言いやすいけどな、うん、ケーキね、今はね、もう食べたくないのにね、ね、もうコップね、水でしょ、もうな、もう食いたくないでしょ、うん、いや、もらう、コーラはどうだ、もらったからにはもうね、水で流し込まないとね泣い、しかも泣いちゃったからな、うん、泣いちゃったからね、もうね、それはもう全部ね、うん、流し込んででもね、浜田さんありがとうございます、浜田さんちょっと食べませんか、これ、まあ、これは天野さんから、これはもう、ね、私からっていうか全員からありがとうございます、ね、天野さんがね、本当にね、本当に、ね、いやいや、いつもないお店ですので、天野さんがケーキ屋さんからパクってきたやつだね盗品、まさかの盗品、か、かい、か、海賊み、海賊じゃん、この人も、うん、現代人の格好してるだけじゃん、顔つきだけ見たらもう海賊、海賊、カリ、カリ、カリブの海賊の格好に似合いそうだし、うん、あとはやっぱね、ISIS のテロリストだ、ね、テロリストよく言われた、ね、テロリストだろう、でも天野さんはけどやっぱかっこいい、まあ俺と同じでね、やっぱね、なんか目鼻立ちもいいしね、天野さんと俺やっぱ天野さん体重何キロ今、 50.9、 あ、負けた、俺今48になったんですよ、ちょっとかな、ね、天野さんいけね、天野さんの方が断然トッパーあるからね、タッパーね、あ、タッパー、あ、タッパー、あ、タッパー、あ、なるほどね、 50.9 はやばい、 50.9、 俺残やばい、うん、けど天野さんもやばい、マッチもこれくらい食べた方がまだ重い、なるほどね、いや、じゃあね、とりあえず、え、ちょ、体感な、体感はもうね、時間ってやる、あ、じゃあそうそう、じゃあ終わりします、皆さん、ありがとうございます、じゃあネットジェジョフェスね、あの来てくれた人、見てくれてる方もね、なんかね、多分ね、なんかいるかね、死ぬか、まあ、いるでしょう、2日間ちょっとね、あのね、一応ね、大成功みたいな、でも本当にだ、いや、すごい良かったね、あの形にもなってね、ね、なんかいろんな曲ね、なんかバグった脳みそとかなんでもいいけど、あれめっちゃ良かったね、まあなんか他の曲もね、マジで、うん、いやいやいや、けど本当バグった脳みそとかさ、通学路とかいろいろなんでもいいんだけど、やっぱすごい、やっぱね、やっぱ新生かまっちゃんはね、やっぱ俺の曲はね、やっぱね、やっぱすげえいいね、うん、磨け、いや、今ね、磨かれてないダイヤモンドだったんだなっていうのが分かったっしょ、ね、うん、ね、うん、いやいや、すごい、マジ最高でした、いやいや、みんなもありがとうね、うん、いや、なんかね、ネットジュね、やっぱね、またね、ちょっとね、やりたいですね、うん、次はどこでやるかちょっと分かんないけどね、うん、来年とか、まあ、また、まあまあまあ、まあ、透明版かどっかになるか知んないけど、まあ、とりあえずどっかでやると思います、またね、ネットジェネレーションフェス、うん、配信ありがとう、古さを感じたい、うん、いや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 、ありがとうございました、まあまあまあ、やっぱね、
俺のね曲がねやっぱねかなりね、うん、磨かれてないダイヤモンドだったね。天才よ天才ね。いやいやそれはまあ天才なの天才当たり前じゃん、うん、それはもう天才ですよ。来年もお願いします。ああ多分来年もまあやるっちゃやるかもしれない。あまあまあやるかわかんないけど、まあ来年か2年後か。あレア曲だいぶ最高すぎました。ありがとうございます。じゃあねこれからね帰ります。はい、やっぱオンリー